はい、クヌゲ見てました。はい、どうも、ポニャです。今日もやっていこうと思います。テスタメントの方ですね。よろしくお願いします。結構初心者向けの動画とか作ってほしいという声がありますんで、今作ってますんでね、もしできたらそちらの方もね、ご視聴よろしくお願いします。いつできるかはわからないんですけどね。結構そういう動画とかも昔から作ってみたかったんですけど、あんまり需要ないかなと思ったんで、作ってなかったんですよね。でもそういう風にね、言ってくださる方がいるのはね、ものすごく嬉しいので、もしね、そういうなんかなんだろうな、初心者向けの動画とか、このキャラのキャラ対動画見たいよーっていうようなね、声がありましたらね、ぜひ言ってくださると、すごく嬉しいので、よかったらそういうのもね、教えてください。自分もね、頑張ってそういう動画作ってみますんで、あんまりね、クオリティとかは保証しないでほしいんですが、自分のね、できる限りで頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。さあ、喋ってる間にね、1ラウンド取ったんですが、正直、全然喋ってて集中できてなかったんで、内容とか覚えてないんですけど、これからはね、集中していこうと思います。テスタメントはね、結構戦い慣れてるんで、割と自信ある部類ではあるんですが、このバージョンになってからね、ほんと強くなりましたよね。さあ、美味しい。これ、ジャンハイとかだったら拾いますとかな。あ、これはさすがに食らってしまうか。結構ね、無敵技発生遅いんで、案外ね、下げれてる時もあるんですが、金安はさすがに無理かな。サステイン。ステイン爆破。これ飛びます。よっ、OK。マエピー強いんですが、結構、隙が大きいので、ジャンディとかで体育ずらししてあげると、割とね、当たってくれたりします。あー、バイオミしてしまった。爆死読み。暴れつるし。6杯、OK。6杯強いですね、やっぱり。バイオミ、OK。6杯から入って、これは、倒しきれるな。OK。結構テスター 6P が強くて、地上戦でも 6P 振りがちなんですが、下位の6杯すらがね、テスターの 6P だけじゃなくてね、全キャラの 6P にね、勝てる異常な性能してますんで、6P 振ってくる人には、6杯すらとか振るとね、めっちゃカウンターしてリターン取れたりします。おかしいですけどね、6P にね、6杯すら勝てるの結構。あ、やばい。あ、ラッキー、でも、これは勝利ぶっぱしよう。投げ釣り。しっかり暴れてきますね。フリフレームなんで、貝側がね。あ、見えない。あー、表か。裏だと思ったな。これ結構見えないんですよね。しっかりね、投げとか、S とか押してね、暴れないとダメですね。見てからガードじゃあんまり安定しないですね。あ、これは1入れ替えて、壁を割りましょう。さあ、これゲージも溜まるんで、これバックして、バックして、バックジャンプ読み。あー、6P か、偉いな。バックジャンプ、リーパーとかが結構強いので、開幕距離。読みがちなんですが、今の相手は上手かったですね、6P。サステイン。これね、こういう時、しっかりエンスで見てから暴れる。これ大事ですね、テスト戦は。投げとか、エンスとかね、そういうので暴れる、しっかりと。そういうのが大事になってきますね。こういうのもですね。さあ、これはコンボに行けるんじゃないかな ?OK。さあ、美味しいコンボ入って、また 6P かな。さっきやったけどダメだったんで、足払いします。あー、今度ウェイリーパーか。だいぶでもフードル上上がってるような策ですね。怖いな。あんまり無理しない、ステインついてるときは。こういうとき。こういうときに、リッパーこする。だいたい当たります。発生後触れの低姿勢と新技なんでね。もう聞いただけでね、恐ろしい性能してますよね。これは6回から痛い子もいけるぞ。さあ、開幕、ま、半分は減らなかったですけど、4割近く減りましたね。リッパーの後は投げ、あー、マジかー。お、これはバイオミスさんかな?バーストなかったですけどね。なんかバイオミした感あるな。さあ、差し返し。これはバイオミ。ああバイオミしてね、食らってしまうという一番良くない。これは投げが通る。さあ、これはためなしダストから、新時代のコンボ。オッケー。新バージョンコンボ。これあんま安定しないんですよね。練習しなきゃな、もっと。だいたい今は、10回やったら8回ぐらい成功する感じの確率なんで。ちょっと安定感があんまりないんですけど、実戦とかでもね、慣れてないんですけど、やっていって、しっかり慣れていかないとね、実戦で成功しないんで、ミスることをね、怖がらずに、やっていきます。ランクマなんでね、負けてもいいんでね、大会とかじゃないんで。さあ、6回カウンター、美味しい。ステイン?あー、これ食らっちゃうな。2S 長いですね、やっぱね。これ、ディッパーぶっ放す。これ2杯。いやー、出なかった、マジか。今2杯出たら多分カウンターで美味しかったな。走る。ん?ダメか。手だ。いやー、カラスか。トリピッピにね、食らってしまった。美味しい。
リーパーはね、あーマジか、リーパーは結構ね、程度で潜ってもいいかもしんないですね。あーこれは痛いかな。まあ、多分死ぬことはないと思うんですが、これ壁終わった後のね、タメなしダストとかの中下がね、強いんで、オッケー、ちゃんとね、これはファジーですね、見てから。2敗すら、あー、そっちか。あ、これ、そうそうそう、こういう風にね、逃げ惑いながらね、リーパー撃たれると結構めんどくさいですね。しっかり読んでね、あんまり攻めすぎないようにしないといけないですね、こういうのはね。いや、マジか、開幕6回、爆攻めとかかな。こういう風にダッシュして、ステインは無理しない。やべ、これは、痛いんじゃないか、そんなに痛くないか。あ、やばい、これね、当たるとね、ダウンまで持ってかれるんですよね、ステイン中はね。こういう時に、あーマジか、非常にまずい、まずいけどまだ諦めない。ほい、投げ、オッケー、これは見ている。これガーキャンしてくる可能性ないか、あったな、あったけど、まあここでならいい。これは見てからいける。バックセカー、これないか、おいしい。これ投げ抜け、うーん、しないか、リッパーで攻めけ、オッケー。これはドラインを使いたかったけど、もう壁が割れてしまったか。ほっ、空投げ、オッケー。さあ逆転することができました。全然わからないぞ、相手はまだバーストあるんですが、こっちもこのぐらいだったらバーストたまるかな、このラウンドで。あ、バカ、これはエースだったな。まあまあそんなに痛くないんで、これはね、オッケー。あー、やべえ、残りがに当たってしまった。オッケー、あんまり無理しない、オッケー、これで。さあ一確認からバックして暴れつぶし、マイピー、オッケー。マイピーが万能すぎる。マイピー、ほいほい、オッケー。さあいいダメージを、ユリフレ、あー偉いね。これ投げ酔い、これ投げ酔いですね、さっきからここやられてたんで。これガーキャン来るかな、お、なるほど、これはでも確定してないのでゲージをただ使ってくれただけになってしまいましたね。はい、空投げ、見てました、オッケー。最後の空投げが華麗に決まりましたね。これ何回目だっけ、あ、これ3本目でしたね。はい、ということで、以上今日の動画になりました。